小学生の頃から子役としてステージに立ち、現在ミュージカル女優として活躍する島田果歩さん。昭和49年に入信、初めての食服では1日3時間の唱題に挑戦し、悩める友を入信にと。そして仕事の上でも大きな苦毒が。それが、レミゼラブルのオーディションだったんですけれども、とにかくもう応募人数が1万2000人ぐらい全部でいましたから、本当に外国のスタッフに私自身の実力がどこまで認めてもらえるかっていう、本当に力試しのつもりで受けたんですね。で、結局最終的にその一番競争率の高かったエポニーヌっていう役で受かってしまったんですね。で、まあそれを結局きっかけに芸術選奨、文部大臣新人賞という賞もいただいたりですね。あとはイギリスの英国の王室主催のロイヤルバラエティパフォーマンスという、チャリティーコンサートに招かれて、エリザベス女王陛下の前で歌わせていただいたり、もう本当に自分では考えられないぐらい非常に大きなお仕事、いいお仕事をどんどん、いただいて、あれがその初めて釈服したっていうことに対してのご本尊様がくださった、初心の功徳だったんではないかなと思います。これからも学会に対してよろしくお願いします。地道に活動を続けた島田さんは、お母さんの死によってさらに新人を教えられることに。もう3年前になるんですけれども、母は、肺がんで亡くなってしまったんですね。でも全然母を苦しまずに、もうお医者様がびっくりするぐらい、普通だったらこんな辛くてもう耐えられないはずだっていうのに、全然母は苦しまずに、本当に元気だったんですね。でちょうど私が富山県で、コンサートのツアーで富山に行ってる時に、母の死の知らせを聞きまして、東京に戻ったわけですけれども、でも家に帰ったのがもう明け方、もう日がパーッとこう窓から日が差してるところで、母の遺体が寝てて、もう母の顔がもう本当に安らかな顔だったんですね。で、母は昔やはり20年ぐらい前にがんをやってまして、でその治療するとやはりどうしても肌の色がこう土系色っていうんですか、どす黒くなってしまうんですけれども、もうその母の色が生前よりももう真っ白で安らかで、もう微笑んでるんですね、母の顔が。それを見た時に、私自身に本当にその最後まで題目を唱えて続けて亡くなってった、安らかに亡くなってった、身をもってその純粋な信心を貫き通して亡くなっていく大丈夫っていうことを母が教えてくれたんだなって、もう本当にまたそれがまた改めてそういう信心の上での非常に大きな体験がありました。はい、いつも結構お仕事の時は地域では女子部の地区副リーダーとして活動する島田さん、信心の確信を得てますます輝きを増しています。池田先生にある時、本をいただいて、その本に記号していただいたんですね。努力の人、幸の人、忍耐の人、栄光の人。もうこの言葉は本当に私がこれから、新人根本に仕事をしていく上でもう全ての意味が込められてるな、もうこの言葉を本当に座右の銘としてこれからも頑張っていきたいと思ってるんですけれども、池田先生も、よくご指導でおっしゃいますが、やはり海外へ進出して世界交付のお役に立てる人材になりたいです。それが私の夢です。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、シャバダバッタバッシャバダバッタバッシャバダバッタバッタ、はい、私エラフィッツジェラルド・ハニー。
今日は来てくれて本当にどうも。テレビや舞台で大活躍の女優の久本雅美さん。今までですね、女子漫才覚えていらっしゃいますでしょうか。挑戦して参りました。あと衝撃漫才、日活漫才。その庶民的なキャラクターが受け、今や人気はうなぎ登り。劇団ひろしでもこういう漫才に挑戦する女優は私たちだけかもしれない。でも今日はですね、なんと皆様にジャズでお楽しみいただきたいと思います。ジャズ漫才でお楽しみいただきたいと思います。こんばんは。その彼女も女子部の副部長としてスケジュールの合間を縫って会合へ駆けつけます。私は新人して今8年目なんですけども、大阪にいましてずっとで短大卒業して、東京ボードビルショーというですねお笑いの劇団のお芝居を見てものすごく衝撃受けて、あ、これしかないと思って、まあ、親はあんまりいい顔してませんでしたけれども、まあ、反対の中上京してきたんです。多少、まあ、お笑いには自信というか、なんとかなるでというか、やってもかましたらみたいな気持ちで来たんですけどもね。ところがもう全然現実はもうそうじゃなくて、自分の思うようにできないんですよ。緊張しちゃって、もう毎日もう行けば行くほど落ち込んでたんです。そういう暗い方向、暗い方に考えてはぐち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 やってましたね。ねえどうしようかと思った時に、私のその元東京ボードビルショーで一緒だった清水文子さんっていう女の子がいるんですけども、その子がね、一人で女一人でインドへ行ったっていう話聞いたんです。思い切って電話したんですね。でそしたらどっちかって言った、彼女はねとっても個性的な人で面白い人だったんですけども、こうはつらつとした感じじゃなかったんです。ところが電話したら本当に元気なんですよ。もしもしって言って、清水どうしてそんなに元気なのって聞いたら、私ねって新人したのよって言われたんです。もう私もびっくりしちゃって、もう受話器持ってみたいな、何それっていう感じでした。ただ私は今まで宗教っていうのは全く無縁だと思ってたし、弱い人がするもんだって、だから新人したって聞いてびっくりしましたね。それで創価学会だって言われたんです。えぇ、ってもうダブル驚きですよね。創価学会って言ったらもうっていうぐらい、その時にね彼女がすごい元気なはつらつとした声で、この新人はねって、自分が自分らしく輝いていく仏法なんだよって言われたんです。もうその言葉にまたもうぐさっときましてね、すごい自分にとって衝撃的な言葉でしたね。それでどういうことって聞いたら、本当にこの信心ってねって、願いとして絶対全てが叶っていく、それであなたの思ってるぐらい思ってるようにあなたの才能可能性を輝かしていく素晴らしい仏法哲学なんだって言われて、へーって思ってね、宗教ってそんなのって聞いた、そうなんだよって言われて、で座談会来ないって言われたんです。で座談会行って、じゃあもう皆さんが本当にもう笑顔でね、よく来たわねって、いらっしゃいっていう風に迎えていただいて、さっき言ったすごいイメージと全然違ってたんです。それで終わってからどうっていう風にお話ししていただいたんです。その時はね、私すごい後で聞いたんですけど、ものすごい顔して聞いたらしいんですけども、この新人したら絶対幸せになりますかとかってすごい勢いで聞いたらしいですよ。相当悩んでましたからね。したら絶対やだよっておっしゃっていただいて、もう本当に確信の中で、昭和、59年の9月28日に入信したんです。入信とともに進んで活動に参加する久本さんに功徳の実証が。本当にね、お題目上げていく中で生命が躍動していくのがよく分かったんですね。で、はっきり気がついたのは、あっと思った時には愚痴がなくなってたんです。だから本当に一切愚痴がなくなって、前向きに前向きにものを考えられるようになったっていうのがね、まず一番最初に驚きました。で、そうやって活動を続けていく中、徐々に徐々にお題目上げていく中、実証も示したいんで、テレビのレギュラーを一本だけくださいって祈ってたんです。それでまたいつものように劇団の活動をしてたら、その舞台の稽古をしてる劇場に電話がかかってきまして、それでタモリさんの今夜は最高っていう番組が
あったんですけども、ぜひ出てくれないかレギュラーでって言って、私とうちのワンオンプの島田理恵さんと、あと渡辺信子さんっていうこの3人で出ないかっていうふうに言われてね、もう本当にびっくりした。もう本当にこの新人すごいって、ご本尊様すごいってね、また一つ確信させていただきました。ここから始まるマイレボリューション。わずかな時間を見つけて女子部の会合に参加する久本さん、進行の喜びが胸いっぱいに広がります。喜んで、あの本のために、人のために、高専ルフのために戦わせていただきたいのにあってつくづく思いますので、これからもよろしくお願いいたします。平成4年ですか、1月5日にあの中野杉並合同総会新春幹部会で、私とあのワンオンポの同じ女優であります柴田理恵とね、2人でルネサンスおめでとうっていうことで、あの掛け合い漫才みたいなことをやらさせていただいたんです。で本当に守られたなと思ってほっとした時に先生が登場なされて、面白かったねって開口一番におっしゃっていただいたんです。もう私ね、もう本当にもうパーンとなりましてね、頭が。先生から面白かったねっていうのを聞こえた瞬間に何が何だか分かんなくなっちゃって、もう嬉しくて感動で、もう目の前に先生がいらっしゃると思ったら、もうすごかったですね。もうぼーっと涙出て、本当にもうなんていうか、あったかいっていうか、自分がやってきたことを全部分かってらっしゃって、全部見ていただいた中で先生に面白かったよって言われる激励を受けた時に、いろいろこうお笑いやってて悩んできたこととか、苦しかったこととか、そういうのが全部なんかこうパーって取っ払われて、間違ってなかったですよねっていうふうな気持ちになって、それを全部分かってくださる先生のなんかこうあったかさというか、大きさにもう包まれて、すごく幸せでしたね。嬉しかったです。新人してよかったなって、先生と会えて本当によかったって、まあ本当に嬉しかったですね。そういう原点の日を先生に作っていただいて本当にありがたかったです。人間革命してる途中ですから、いろいろとね、自分でもダメだなと思うこともあるし、いっぱいもっともっと頑張らなきゃいけないなって反省することも多いですけれども、いつも勇気と希望と元気を与えてくださる、そういう先生のね、あの弟子として恥ずかしくないように、私もそういうふうに微力ですけども、あのしっかりこの身をね使っていただきたいっていうか、使わせていただきたいなって思いで走らせていただいてます。ジャズシンガーとして多くのファンを持つ沢玉樹さん、また女優としてテレビに舞台にと活躍を続けています。私は、42年の11月25日が入信記念日です。でちょうどその時に私の父の授業がうまくいってなくて、もうとにかく一家がどん底の時にありました。仕事を休んでおりましたので、ずっと祈っておりまして、低収入があるように何か週1回の仕事ができるようにって祈っておりましたところ、プレイガールというテレビ東京のお話をいただいたんです。でこれが笑い話なんですけど、半年っていう契約だったんですけど、1年ぜひやらせていただきたいってゴン様にお願いした。そしたらゴン様がね、かわいそうだと思ったのかどうか分かりませんけど、1年を7年と聞き違えてくださってね、で7年続いたんです。でこれが私にとっては大きな初心の功徳、7年間もずっといただいたかなっていう感じですね。婦人部の副本部長でもある沢さん、その気さくな人柄がブロックの人に慕われています。
つい最近しみじみと蘇我学会でよかったなって思いましたのは、今年の夏10月までちょっとお芝居のツアーをしておりましたんですが、その時の演出家の先生に25年ぶりでお目にかかったんですが、長いこと会わなかったけど沢さんは会わなかった25年、とてもいい人生を歩んできたんだねって、その姿がお芝居に出てるよって言ってくださったんです。でもし信心していなかったら、その傲慢だったし見栄っ張りだったし、それから人と自分をしょっちゅう比べていたでしょうし、もう人間として最低な人間人格だったかもしれないんですが、蘇我学会の中に入っていい師匠と、それからいい先輩とか、いい同僚と、そして素晴らしい後輩と、ともう素晴らしいそのヒューマンな人間広場の中で、訓練を受けさせていただいたのおかげで、やっと私も人間らしい人間になっていたのかなって、信じてなかったらもうきっと嫌な女だなってまた言われて、座組の中でその皆さんとね波長が合わないで一人孤立してたんじゃないかなって思ってね、ゾッとしたんですけどね、信じててよかった。本当に蘇我学会の創業機微に付してのキビキビの方だけど、くっついててよかったって本当に思ったんですね。芸術部の中央指導委員として後輩の育成に心を込めて、今希望あふれる人生を歩んでいます。私蘇我学会すごく良かったと思うのはね、その悩みをね一緒に分かち合って、それで一緒にこうそれを乗り越えていこうって、みんなで励ましてくれる、みんなが支えてくれている。からもっと素晴らしいのは、私の生きているこの生き様をね、人生そのものを勝つんだよ、幸せになるんだよっていつも見ててくれるその師匠がいるっていう、これ自分の生き様が無関心でいてくれないで関心を持たれてるっていう、これはね素晴らしいことだと思うんです。で私なんかは先生の愛情とか、それから同志の愛情だとか、もちろん家族の愛情ももちろんなんですけども、ヤングパワーのみんなの愛情を感じて生きてるんですよね。これがすごくね、何にも何にも代え難い財産だと思うんです。その素晴らしい大きなそのあったかいところにいられるのがね、蘇我学会だっていう気がするんですよね。この先生がいらして、いくつになっても70の方でも80の方でも、私の母は83ですけども、83であろうと90であろうと、先生っていう師匠がいて、その方に誇れる人生でありたいと誰もが思って生きているって、これをねぜひいろんな方に教えて差し上げたいし、いらっしゃい、ここはとっても居心地いいわよって誘いたいなと思ってます。限りなく未来に広がる素晴らしき我が人生、輝かしい創価ルネサンスの勝利へ向けて、花咲く人生の新舞台がさらに開けていくことでしょう。